もう例えば中村徹君にしても多分そんなにハイヤーであったわけじゃないと思うんですよ。だけどその中でやるとなったらやっぱり集中するっていうか、うん、誰が印象に残ったかっていうと、まあ、僕はそうだな、立花梨沙さんとか、英雄星チャンネルの時間です。若藤です。ニュシです。柴田です。はい、よろしく。さあ、ミートパイスクール柴田では今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとお揃いの今回 T シャツですよね。 T シャツです、ね、着てますね、はい。もう今は売ってないんじゃないのかな。もう非売品ですか。そうですね、なんか売り切れたっていう話を聞いて。そうですね、はい。まあ、どっかにあるの、在庫としてあるのかもしれないですけど、なんかもう売り切れたっていう話ですけど柴田と西がこの T シャツをお揃いで横一で着てるっていうのもこれ珍しいパターンですよ。ああ、そうですね。これ、うん、巨匠も着たらいいじゃないですか。書きましょうか、裸に。これはでも旧バージョン、ニューバージョン、ニューバージョン、はい、そうなんですよ。皆さん、あのね、新しい、今度は2人離れて、はい、今まではバロムワンのように一緒になってるのが今度ピンで新しい T シャツが今度。富士市の方は黒の、それ赤じゃなくて。そうでしょうね、まあ、赤だったらいいかもしれませんね。うん、なんかイメージカラーですよね、まあ、まあなんか、うん、赤、あ、だって絶対赤ですもんね、衣装ね。そうですよ、日清が赤って言ってくれましたよね、はい、ということは柴田が白でしょう、うん。今日はそしたら柴田君の白、西の赤の話をちょっと。ああ、聞きたいです、はい、聞きたいです。衣装合わせの時には、うん、すごい割れんばかりの握手誰もいないんで、ちゃん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 リバジンの大観衆ですよね。今日はもうスタジアム借り切って、ね、収録させていただいてますよね。狭いなこのドーム何の話まあ撮影に入る前にいろんなことがあります、はい、台本の読み合わせがあったり、はい、あとはビバパスクの場合は盾って言ってアクションシーンを練習する合宿、ミニ合宿みたいなのもあるんです。あとは当然ポスター撮り、要するに先にポスターを撮ります、うん、宣伝用ですね、宣伝用のポスターを撮ります、はい、それと同時にあるのは衣装合わせなんですよ、うん。それぞれみんな別に役者さんは女優さんでも一人で衣装合わせに行くんだけど、うん、行くとそこに監督と衣装さんがいて衣装合わせて、はい今回の衣装って決めていくパターンだけど、今回は二人で行ったんですよね、うんうん、まあコンビなんで、そうやっぱバランスがあるんで、二人は制服じゃないですし、はい、うん、育ってますよね。そうなんですよ。だから例えば愛徳さんだったらもう学ランって決まってるじゃないですか、はい、その学ランが長男なのか短男なのかとか、はい、バッジどうするかとか、はい、で例えば愛徳だったら赤毛山中司の役をしてる子なんか裏に刺繍入れるとか、はい、まあああいうレギュラーになってたらそういうアレンジがあったり、はい、例えば上等だったらブルーの学ランとか、もう大体それは決まるけど、はい、うちらは退学組なんで完全私服だったんですから、ね、そうですよね。まあ、とりあえずは自分でなんか自分のセンスというか、うん、どれが着たいとかなんかないみたいな、まあ、ずらーっとなる中で、うん、選び出す、まあ、選び出すんだけど、あとはもうそれから見て、うん、とかとか監督のイメージが、うん、大体はご自身の意思っていうこと、まずは自身の希望でしょうね。そうですよね、監督だと。そうそう、で、まあ、その監督の中でこういうイメージがあるものに合ってなかったら多分 NG だと思うけど、西君好きなの選んでくださいよって言ったから、もともと当時は僕は赤の服が大好きで、はい、プライベートがね、でその赤を着てパンと言ったら、うん、いいよねって一発で決まったんです。で実は一番最初に選んだのは4作目のスナックのベストの色だったんですよ。なるほど。黒のベストとえんじと赤真っ赤と、うん、なんかブルーっぽいのだったんですよ、うん、私は真っ赤を選んだら一発 OK やったんですよ、うん。これがシーンによって衣装変わるじゃないですか、はい、その最初は僕はそのスナックモグさんのバーテンダーのベストやったんです、はい、でこれは決まったんですよ、はい、特に柴田君というのは別にそういうバーテンの役もないし、別にマクドナルドで働いてたんじゃなくて、そんなシーンはないけど一向に OK が出ない。お、うん、
僕はペアで行ってるから一応はじゃあ選んで持っていきます、ね、そうなんですけどなんかやっぱイメージが違うみたいで、で私はもう OK もらってるから暇なんですよ、はい、まあ体育座りして見とるわけですよずーっと NG なんですよ。おー、うん、これ延々と1時間ぐらいやってたよな。うん、やってたね。もっとやってたな。うん、まあ長かったですね。赤系はもう選んでるこれダメですよね。まずね、はい、で青はあの学ランで青色があるからもうちょっと紛らわしいからやめようって言ったら選ばれる色って決まってきますよね。だんだんだから多分柴田君一人で衣装を合わせると決まっとったと思うんです、はい、ところが西との絡みということであると監督も考えたかもしれません、うん、ピンピンだったらいいですけど、ね、ピンピンだったら何しても決まると思うんですよ。2人でワンペアだとまた変わっちゃう、うん、イメージやっぱイメージが、うん、そのうちね名言が出たんだよね、ここで監督が、うん、そうか君たちはもうめでてコンビだから紅白で、なるほど、白黒でいっちゃおうかって。監督が決めたんですね最終的には。そうですね、まあ、ビバップの競争曲でも七夕野郎がとかって入りますもんね、うん、要は七夕野郎っていうのはなんかメインテーマじゃないけどサブテーマみたいな、はい、あったんで、で七夕めでてめでてイコール赤白みたいな、ね、紅白みたいな、うん、よくあの映画のサブタイトルでめでて喧嘩で派手に行こうぜとか俺が一番強いんだよとか、まあ、ポスターのサブテーマがあってその時めでてめでたいコンビっていうことでもう焼け焼けの焼け臭いと思うんやけど、赤なら白みたいな紅白でいけって、そして実際白の衣装を持ってきて柴田君が来て二人並んだらものすごいテンション上がったんだよね監督、それだよそれでいこうって。よく西が赤柴田が白って言われるけど、よくよく見てもらったら4作目の例えばその最後の鶴山の決闘シーンって赤は来てないんですよ私、うんうん、で白来てないんですよ、からし色とかね、うん、からし色なんですよ。なぜならそっちの衣装っていうのはまた別であったから、また定着してなかったんですよ。なるほど。4作で本来終わりだったけど脚本家の那須真知子さんのおかげで5作目の続編が出れるようになり、そのまま柴田と西の役名で出る、その5作目の衣装合わせは一発で早かったよね、うん、もう赤から選べ白から選べや、うん、なるほど。ある程度レギュラーみたいな人は自分の意思が効くんですよ。例えば最初は衣装ね、撮影所の衣装から選びなさいって言われるのは、そのうち自分で好きな服買ってきてください、領収書持ってきてみたいになるんですよ。なるほど。だから当時はディマジオとかね買ってきとるわけですよ、うん、それで高いんですよ当時ディマジオっていう、うん、あのブランドですね、ヤンキーが不良が着る服高いんだけど、そんなの買ってきてで領収書持って、ね、衣装の人に渡して、それが僕ら6作目とかで来てます、まあ、だって当たってる映画だし、うん、6作目も当然だから赤白もう完璧でしょ、はい、もうそれしか出てこんでいいでしょ。で6作目はいい役なんですか。もちろんもう5作目であの助っ人いい方になったけど、まあ、まあでも本当にぶっちゃけおまけでしたよね。おまけ本当にちょろちょろってきて酸欠して、うちらはもう役目は5作で終わったという。あ、そうなんですか。そんな感じやな、うん、6作、まあ、6作でも完結編で終わりってなってたんで、うん、まあ、4、5連続で出たから、まあ、6も柴田と西入れとくかみたいな、まあ、もうオールキャストで出なさいみたいな、そうそう、うん、もうみんなでバーってやって終わりましょう。でも逆に6作目出てなかったらショックですよね、ちょっとね。あの出てよかったこれね、これね、それぞれピンの人はともかくペアの場合柴田君だけ呼ばれて西呼ばれて、これで終わってますからねそれ勘弁してくれよな、そのパターンは。でもまあ柴田西でどっちかがピンで出るってことはありえないですよね。まあこっちが白に塗ってこっち赤に塗るってことですか機械だですか。そうですどっちかが出たとして役名が変わって出るならありかもしれないけど、その役だったらね、うん、ペアで今もこうやって続いてるっていうのがいいですね。うん、そうですね、うん、まあ財産ですよね、うん、ですよね。だからあの BPAP で、まあ、柴田君と出会う、これはまあ完全に偶然なんですよね、うん、でもその2人がもう三十数年経ってもプライベートも含んで、うん、まあ明けて柴田君の家族も子供も知ってるし、僕はあの家にも行ったこともあるし、まあ、そういうことねできてるっていうのはやっぱり何かあったんでしょうね、うんうん、だから役通りやったらとっくに喧嘩別れしてるでしょうからね。
あのね、役者の通りやったら、この間もちょっと違う人と話してたら、はい、実は役だと柴田君っていうのはよく喋るんですよ、はい、西って喋れないんですよ、はい、プライベート逆なんですよ、うん、そう逆なんですよ。確かに収録もそういう風に見えますよね、うん、私はあの普段もテンション高いんですよ、うん、本当にクールなんですよ。だから一喜一憂しないんですよ、うん、俺一喜一憂しかしないんですよ今日はでもだいぶ喋ってることですかね。たぶんそうなんですよ、はい、もっけちゃった。水谷豊さんも普段無口だって。え、そうなの、ね、あらららららららいいと思いますか。全然似てないですねスルーされて、いや、ちょっと似てました。はいはいはい。中村徹さんと清水浩司さんはどうでした。もう全然違うと思う、うん、2人のタイプ、うん、2人はタイプ違うと思う、うん、あ、そうなんですか。まあ、浩司さんの方が、まあ、なんだろう、ガキ大将というか親物大将というか若いのわーって感じですかね、うん。トロ君は一人が好き。寡黙ですよ、ね。寡黙。一人が好きっていうの逆のような気がしますね。映像から感じる人。でも、いや、もちろん話したりすれば全然普通になんですけど、うん、普段一人でいるときは本当寡黙で静かな人ですよね。中村トロ君は秘めたもんがすごいから、うん、決めたことっていうかやるし、浩次郎君ってのはもう俺とよく似てるから感覚が馬が合うっていうか、うん、話しやすいけど、トロ君の場合は。何考えるとわからない、まあ、あの悪い意味じゃないですよ、うんうんうん、やっぱりグッと夢ってあんまり表現しないんだよね。へえ、なんか柴田君と似てんじゃない、と思う。うん、そうですね。だから俺は合ってましたね、うん、あと俺が浩次郎君とやるのがやりやすかったかな。あの喧嘩のシーンとかでリズムってあるんだよね、うん、やっぱ波長っていうか、まああるでしょうね、うん、うん、俺はものすごい合う清水浩次郎君とは。まあ、俺自身の向こうは合わなかったかしないけど、俺は彼とやるのはやりやすかったかなと思って。まあ、トール君がやりにくいとは言ってませんが、多分相手も同じ気持ちですよ、ね、あ、でもそう言ってくれたらちょっと嬉しいかもしれない、うん、意外とね、あの一歩だけが好き好きってことはないですよ、うん、まあ、相手はそうやってね思うってことはなんとなくやっぱ伝わりますからね。そうですね、うん、やっぱ次苦手だなと思えば相手にもそういうふうに伝わっちゃう時もあるし、寅さんシリーズでもやっぱり監督と寅さんが合ってるから長い映画作れると思うんですよね、うん、役者さんっていろんな監督さんとやるから難しいと思うんですよ。でもやっぱり合う監督ってあると思う、うん、で監督は絶対その役者好きな人もおると思う、うん、だって黒沢監督さんってやっぱり三船さん好きなんでしょ、うん、そうそうですね、と思うけど、はい、だからちょっと今回ビーバップのこちらでも地位多行さんとか大地さんとか、まあ要は絶対ものすごい素晴らしい役者さんじゃないですか、はい、でもやっぱりあの人たちってやっぱり監督と合ってるかなみたいな。地井武雄さんのその刑事役も途中からキャラが立ってきますよね。地井、うん、さんものすごい芝居うまいよな、うん、でもあの人ものすごい冗談好きでめちゃくちゃ現場で明るくて、みんな鬼芝居だけど現場で、うん、ビーパップちゃんとか言ってな、うん、すんげえ面白い。だって途中からいい刑事さんになったでしょ、うん、変わってきて最高の人ですよね、うん、新さんは。柴田西はずっと三十数年、はい、一緒に、まあ、映画終わってからもプライベートで仲良くさせていただき、はい、まあ、ずっと今に至るわけですけど、映画にかける夢みたいな。はあ、映画にかける夢、はい、かけてるでしょ、やっぱり随分壮大なテーマですね、はい、そうですね、まずハリウッドでトムと一緒に宇宙行って、そうなんですよ、ミッションインポッシブルでビルを登るのが夢、なんでですかいや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 、じゃあもうお話もどんどんまだまだしたいんですけどいや、本当にまた俳優お二人ともやってるっていうのもすごいですよね。そう、あの T シャツの話盛り上げるの忘れてましたね。そうですね。まあそれはまた今度ね、次回でやりたいですけど、まだまだビーバップのね情報ね裏話はね、柴田君出ていただきますんで、はい、お願いしていきたいと思います。今日はねどうもありがとうございました。ありがとうございました。